長井球技場。長井球技場は、大阪府大阪市東住吉区の長井公園内に、あるフットボール専用球技場である。施設は、大阪市が所有し、公園内の他の施設ともども指定管理者として、長井公園スポーツの森プロジェクトグループ、一般社団法人セレッソ、大阪スポーツクラブ、一般財団法人大阪スポーツ緑財団、株式会社、NTT ファシリティズ、関西ユニベール株式会社、新興スポーツ式会社、森田スポーツサービス株式会社、タイムズ24株式会社が運営管理を行っている。なお、2015年までは、一般財団法人大阪スポーツ緑財団、ミツノオ株式会社、三菱電機、ビルテクノービス株式会社による、長井公園スポーツ緑振興グループが指定管理を行っていた。大阪市に本社を置く大日本女中菊が命名権を取得しており、2010年8月から、緊張スタジアム、略称、緊張スタの呼称を用いている、後述。1987年に、野球場以外では日本で、初めての全面人工芝を張った、球技専用スタジアムとしてオープン。アメリカンフットボールの関西学生リーグ及び、X リーグ、フィールドホッケーや地域大会レベルのサッカーの試合会場として利用されてきた。2010年にJリーグセレッソ大阪、C 大阪が本拠地とする前提で、同クラブが主体となって改修工事を実施し、天然芝球技場となった。以後も数度にわたる改修工事が実施されており、2020年頃までに収容人員4万人規模のスタジアムにまで拡張が行われる予定となっている。詳細後述。2012年及び2013年の J リーグアウォーズで J リーグベストピッチ賞を受賞している。以下の記述は2016年現在の第2期改修工事が完了した時点でのスペックである。2009年に C 大阪が施設所有者の大阪市に長井球技場のホームスタジアム化と、それに伴う改修工事を提案。同年11月6日に市との協議開始が公表された。具体的には以下の工事をセレッソ大阪の運営母体である大阪サッカークラブが工事主体となって施行した上で完成後に大阪市に寄贈するというスキームで実施された。工事、設計期間含むは2009年8月から約1年をかけて行われ、総工費は1億6000万円。収容人員が2万人から2万500人に増えた。第2期工事は2012年と2013年のシーズンオフに実施された。具体的な工事内容は以下の通り。総工費は5億3200万円で、一部の費用はスポーツ振興区自助成事業を充当している。座席の快適化もあって、収容人員は若干減少している。2015年9月29日、C 大阪は、緊張スタジアムの育成型複合スタジアム化改修計画、セレッソの森スタジアム構想を発表する。具体的には、以下の大規模改修を実施し、スタジアムの規格を J リーグクラブライセンス制度におけるスタジアム基準を満たすものに拡張改修するというもので、完成後は、本拠地を長井球技場に完全移行する方針と、報じられている。以上の改修により、収容人員4万人規模のスタジアムを目指すという。2018年シーズンオフからの着工予定で、総工費は約50億円を見込み、費用は補助金を活用するほか、クラウドファンディングやふるさと納税などを活用した寄付を募る形を想定している。2017年3月15日に、桜スタジアム建設募金団体を設立し、桜スタジアムプロジェクトとして66億円を目標に募金活動を始めることを発表した。桜スタジアムは2万6000人収容のサッカーアメフトラグビー専用スタジアムで2021年の完成を目指す。なお、2017年のクラブライセンス申請に際して屋根の敷設率がJ1 基準の全体のキャパシティから3分の1を満たすことを求める B 等級を満たしていないとして C 大阪に対し J リーグから制裁、改善勧告を行った。大阪市と大阪サッカークラブが共同で命名権の募集を行い、2010年7月に大阪市に本社を置く大日本女中菊が長井球技場の命名権を年額3,600万で取得した。契約期間は2010年8月1日から2013年12月31日までの3年5ヶ月で、契約により同社の商標名を冠した緊張スタジアム、略称は緊張スタの呼称となった。2013年12月、大阪市は大日本女中菊と命名権契約を更新した。契約期間は2014年1月1日から2016年12月31日の3年間で、条件は前回と同様である。なお、命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合、大会、AFC チャンピオンズリーグなどでは、例外として、正式名称を使用する。ただし、長井球においては2014年まで、セレッソ主催による ACL での試合開催実績はない。ACL の全試合は、長井市のみで開催されている。2016年に開催された、リオデジャネイロオリンピック女子サッカー、アジア最終予選においては、会場名は命名権適用後の名称が案内されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。